親を買う話昔があったげな父さんと母さんとおったけもこなし親なしであったげな親を買う話昔があったげな父さんと母さんとおったけもこなし親なしであったげな子もなし親もなし寂しい寂しいちゅうておったげな ほうしたらある時親,はら親はいらんか?」。はいらんって親を売りに来たもんがあったっちゅうがのう。ほう知ると父さんも母さんも喜んで親を欲しいと思うとったら親を売ってくれるっちゅうもんがあるがほんなら親を買う前かちゅうことになっていくらで売ってもらえます中ちゅうと。 一人が百五十文ずつの二人で三百文。ちゅうげな。ああ、ありがたい。子供はもらえても親っちゅうもんはもらえんもんだが、いつ一かごろもらいに行ったがええだろう。七日すぎたら来てくらんし。っていうげな。さて、親を売るほどのもんなら何にも着物などあるまいと思うて売ってもらえるじいさんとばあさんの着物。 二重ね小四郎て七日すぎるともらいに行った。ほしたらその家がなんと御殿のような立派な家で親類衆がみんなよっとった。親をもらいに来ました。ちゅうてその中へ入っていくと重親類の親さん方が羽織姿でずらりと並んでおった。こうしたもんだし。 鬼門は持っていったがあんまり立派な家でその着物を出し遅れておったら奥の方からおじやんが出てきて言うことには、親を捨てるものさえある世の中によその親を買うてくれるちゅうもんはなかなかないここに七戸前の蔵の鍵があるしおめえさんに渡す蔵も家もおめえさんたちにあげる ここに住んどってくれ。ってそういうげな。父さんも母さんもたまげてしもうて、心が気がええばっかりに立派な財産をもろうて、一生安官とくらえたとさ。それで一が繁盛を避けた。浜町。